マリー・ド・クレーブは、フランスのクレーブ・ヌベール公爵家の公女で、今月公、アンリ一世の最初の妻。青年時代のフランス王アンリ三世が思いを寄せていたことで知られる。ヌベール公および、ルテル博フランソは一世と、その最初の妻で、バンドーム公、シャルルの娘であるマルグリット・ド・ブルボンの間の、末娘として生まれた。長子のアンリエットは、ヌベール女公。 自主のカトリーヌは、ギリズ公アンリ一世の妻である。また、ナバラ王アンリとも重視定同士だった。ギリのおばである、ナバラ女王ジャンヌ・ダルブレの手元で養育され、カルバン派神徒として育った。1572年、いとこのコンデコアンリ一世とカルバン派の儀式により結婚した。その数ヶ月後に、サンバルテルミの虐殺が起きると、コンデコ夫妻は、 無理やりカトリックに改修させられ、カトリック教会規則による二度目の結婚式を挙げることを強要された。夫のコンデコーはパリ宮廷から逃亡してプロテスタント勢力に交流したが、マリーは同行を拒否し、カトリック信徒のまま宮廷に泊まった。マリーはその美貌で有名であり、アンジュと呼ばれていた頃のアンリ三世も彼女の崇拝者だった。年に、 フランス王位に着くと、アンリ・三世は、コンデコーと離婚させた上で、マリーを妻にしようと考えたが、この計画が実行される前にマリーは創生した。死因については、諸説あるが、肺の感染症もしくは、長女の出産後の日立ちが悪かったためと、考えられている。コンデコウは、マリーの死後に、シャルロット・ドラ・トレモイユと再婚し、アンリ・三世は思い人の死に数ヶ月間悲嘆にくれた。 あと、マリーによく似ているという理由で、ルイーズ・ド・ロレーヌ・ボーと結婚した、夫のコンデコートの間に一人娘を設けた。ありがとうございます。